ナゴルノカラバフ自治州はソビエト連邦内アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国のナゴルノカラバフに1923年から1991年まで設置されていたアルメニア人のための民族自治州である古くからアゼルバイジャン人とアルメニア人の間で係争地となっていたナゴルノカラバフは1920年代初頭にその一帯が共産化してからも ボリシェビキの間で帰属先についての見解は分かれていた。やがて曲折の末にナゴルノカラバフはアゼルバイジャンへ帰属することとなり、それと引き換えに住人の大多数であるアルメニア人には自治権が与えられることとなった。こうして1923年にナゴルノカラバフ自治州は成立したが、その実態をめぐっては両民族の間でなおも論争がある。 やがて1980年代以末のペレストロイカ時代になると棚上げされていた貴族問題が再燃しアルメニア人は自治州とアルメニアとの統合を求めて活動を開始した。しかしこれに反発するアゼルバイジャン人との衝突はついに多数の死者を出すまでに発展しナゴルノカラバフ戦争へと繋がっていった。そしてソビエト連邦の崩壊に際して 自治州のアルメニア人は、ナゴルノカラバフ共和国を自称し、アゼルバイジャンから事実上独立するに至った。南カフカース南部に位置するカラバフは、古くからアゼルバイジャン人とアルメニア人による領土紛争の舞台となってきた。アルメニア人の側は、カラバフが古代アルメニア王国の時代から数千年に渡るアルメニア文化の中心地である、と主張する。 一方、アゼルバイジャン人の側は、自らがカフカース・アルバニア人の末裔であり、アルメニア人よりも古くにカフカース・アルバニア王国を形成していたカラバフ一体の先住者であると主張する。カラバフの中でも中部の山岳地帯には特にアルメニア人が集中しており、1916年の時点でナゴルノ・カラバフのアルメニア人は総人口の約70%まで達していた。 しかし、アゼルバイジャン側によると、それは19世紀になってから、アルメニア人が入植した結果に過ぎないという。やがて、ロシア帝国が崩壊し、両民族が、アゼルバイジャン民主共和国と、アルメニア共和国として独立してからも、カラバフは、南西側のザンゲズルやナヒチェバンと合わせ、両国の軽装地となっていた。アゼルバイジャンの共産家、ナリマンナリマノフやがて、 アゼルバイジャンとアルメニアの対立は、軍事衝突にまで発展したが、このアルメニアアゼルバイジャン戦争の際、ボリシェビキが支配していたロシア、社会主義連邦ソビエト共和国は、アゼルバイジャン軍がカラバフへ出動していた今日を告いて、赤軍を爆破へ侵攻させた。そして1920年4月に、ミルサバト島民族主義政権を倒し、ボリシェビキによる、 アゼルバイジャン社会主義ソビエト共和国を成立させた。この頃のボリシェビキには、アゼルバイジャンと同じく、アルメニアが共産化されるまでの暫定措置として、ナゴルノカラバフとザンゲズルをアゼルバイジャンへ編入することに賛成する、アルメニア人党員も多かった。アゼルバイジャン貴族への賛成意見は、アゼルバイジャン革命委員会議長であったナリマン、ナリマノフの他にも、アナスタスミコヤンやブドゥムディバに そして、赤軍のセルゴールジョニキゼ、ミハイル・レバンドフスキーなどの現地活動家に強かった。その一方で、ボリシェビキの党中央委員会では、これら係争地のアゼルバイジャンへの編入に反対する意見が強かった。ロシア共和国外無人民委員であったゲオルギー、チチェリンは、ナゴルノカラバフがアルメニア固有の領土であると述べたが、紛争の解決のためには、 軽装地を二国のどちらでもなく赤軍が直轄統治すべきであると主張した。しかし、別の党幹部であったセルゲイ・キーロフはこれに反対し、領土問題でアゼルバイジャンを礼遇すれば、未だ活発なミュサバとの残党を刺激し、ひいては近隣のイランやトルコでのボリシェビキへの不信も強まると反論している。一方カラワフでは、未だドラスタマットカナヤンなど、 アルメニア人ゲリラの影響は根強く7月にはザンゲズルの変異を試みた赤軍アゼルバイジャン人部隊がアルメニア人によって撃退されているこの時カラバフ革命委員会議長であったアサドカラエフは喧嘩っ早い者が大勢いる場所でロシア軍人を一人殺してアルメニア人の仕業ということにしてくださいザンゲズルにこのアルメニア人の 畜生どもが二度と足を踏み入れないように、まともな人間と資産は残さないでくださいとの強硬な所簡を他の革命委員会に対して残している。アゼルバイジャン側が軽争地の領有権を主張する中、8月になってアルメニアのダシュナク島民族主義政権とロシアとの間で交渉が持たれた。その結果、アルメニア側はナゴルノカラバフ、ザンゲズル、ナヒチェバンに、 赤軍の駐留を認め、これらの地域は、ロシアとの和平が結ばれた後、アゼルバイジャン側の合意のもとに、アルメニアへ帰属するとされた。しかし、その後もアゼルバイジャン共産党は、カラバフ西部に住むクルド人の間で、政治活動を行うことにより、同地をアゼルバイジャンへ接近させようと試みている。アルメニアの共産化、アゼルバイジャンの共産化から半年、余りが経過すると、 アルメニアのダシュナク統政権もやはり、ボリシェビキによる、アルメニア社会主義ソビエト共和国へと取って帰られた。これに際して、同年12月1日、ナリマノフは、アゼルバイジャン外務人民委員部員であったミルザ・ダブド、グセーノフとの連名で、次のような宣言を行ったとされる。アルメニアとアゼルバイジャンとの間の国境問題は、解決した。ナゴルノカラバフ、ザンゲズル。 ナヒチェバンは、アルメニア共和国の一部とみなされる。コミュニスト第二号より、この宣言では、アゼルバイジャンによるナゴルノカラバフなどの放棄と、アルメニアへの返入が認められている。ナゴルノカラバフのアルメニア貴族は、ロシア共和国民族問題人民委員であった、ヨシフ・スターリンも出席する、翌1921年6月3日の党中央位、カフカース局総会でも確認された。 しかしナリマノフはこれについて、単にナゴルノカラバフへ、自治権を付与すると宣言したものが歪められて締めにへ、掲載されたのだ、と後日主張し、カラバフの喪失はアゼルバイジャンでの反訴運動を、呼び起こす、と主張して、アルメニアへの帰属に強行に反対するようになった。また、アゼルバイジャン共産党中央委も、そのような合意については感知していないと主張した。 貴族の決定自体の複雑化を受け、同年7月4日のカフカース局で、ナゴルノカラバフ貴族決定のための総会が開かれた。そしてこの総会では、オルジョニキゼ、キーロフ、アレクサンドル・ミャスニコフ、ユーリー・フィガトネルによる賛成4票、ナリマノフ、フィリップ・マハラゼ、アマヤク・ナザレちゃんによる反対3票の結果、ナゴルノカラバフのアルメニアへの貴族が決定された。 しかし、ナリマノフはこれを不服とし、ロシア党中央位で、再び問題を審議するよう要求した。そして、先の7人に加え、スターリンとマミア・オラヘラ・シュビリが出席した翌5日の会議において、前日になされたアルメニア貴族決定は採決のない、ままに覆された。ムスリムとアルメニア人の友好を及び浄化、カラバフの経済的つながり、 アゼルバイジャンとの高級的関係に鑑み、山岳カラバフは自治区の一部である主者に行政的中心を置く広範な地域的自治を付与して、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国の一部とすること、決議文の一説この会議ではアルメニアへの帰属に、マハラゼとオラヘラシュビリが反対し、ナリマノフもアゼルバイジャン人民委員会議の総辞職を盾にして強硬な態度を取った。 アルメニア代表として、この会議に出席したミアスニコフは、ナリマノフがアルメニアがカラバフを取るならば、もはやアゼルバイジャンは石油を供給しないと同喝した、と語っている。また、マハラゼやオラヘラシュビリなど、グルジア人の代表がアルメニア貴族へ反対したのは、当時人口の94%をアルメニア人が占めていたナゴルノカラバフをアルメニアへ、編入することが許されれば、 同じく人口の72%をアルメニア人が占めるグルジア南部のアハルカラキもアルメニアのものとされる危険があったためであるという。南西から北東へ、ナヒチェバン、ザンゲズル、クルディスタン、ナゴルノカラバフ多方、ナゴルノカラバフと共に貴族が争われていた地方については、ザンゲズルは同時期にガレギン・ヌジュで率いるダシュナクの残党による2月放棄のために、 現地のアゼルバイジャン人は完全に駆逐されており、ナヒチェバンは3月にロシアとトルコ大国民議会政府の間で締結されたモスクワ条約によってアゼルバイジャンに統治されることが取り決められていた。このような貴族分けはボリシェビキによる分割統治の現れであると指摘される。その後、カラバフはアルメニア人への自治権が認められたナゴルノカラバフと 単純に、アゼルバイジャンの一部としての平地カラバフ、そして、クルド人が多く住む西部のクルディスタングへと、分割された。1923年7月7日、アゼルバイジャン共和国中失意は最高幹部解明で、ナゴルノカラバフ自治州の創設を布告した。自治州の首都は、当初定められていた主社から、ハンケンディへと移転され、さらにハンケンディは、 アルメニア人ボリシェビキのステパン・シャウミャンにちなんで、ステパナ・ケルトと解消された。1924年11月26日に、基本法典がアルメニア語、アゼルバイジャン語、ロシア語で発布され、ナゴルノ・カラバフ自治州は、行政体として完成した。騒乱の始まり、ナゴルノ・カラバフがアゼルバイジャンへ帰属した後も、アルメニア人たちは、ソビエト連邦の政局が変化するたび、 ナゴルノカラバフをアルメニアへ編入するようモスクワへ訴え続けた。しかし、ソ連国外においては、ナゴルノカラバフをめぐる運動はほとんど知られていなかった。だが、1985年に、ミハイル・ゴルバチョフが連邦共産党書記長に就任し、ペレストロイカなどの自由化政策が開始されると、現地のみならず、ロシアでも、物理学者のアンドレイ・サハロフなどの著名人が、 ナゴルノカラバフのアルメニア編入を支持するようになった。さらには、ソ連国外でも、アメリカやフランスをはじめとする各国のアルメニア人ディアスポラがナゴルノカラバフ編入を支持するデモを行った。ナゴルノカラバフのアルメニア人もこれに勢いを得て、1988年2月20日、ついに自治州ソビエトも公然とナゴルノカラバフのアルメニア編入を訴えるようになった。 同日にアルメニアとの合同を求める住民のデモがステパナケルトで発生し、参加者は当時のソ連において空前の数である10万人を超えた。アルメニア本国でも30万人がこれに抗往し、エレバンでデモを行ったが、ソ連のメディアはこれを報じなかった。これと時を同じくしてステパナケルトでアゼルバイジャン人の女学生たちが合姦されたとの噂が流れ、 これに起因して22日にアスケランで発生した民族衝突により2人のアゼルバイジャン人が殺害されるに至った。この事件の影響からアゼルバイジャン東部のスムガイトでアゼルバイジャン人がアルメニア人を襲撃し30人以上の死者が発生した。以降、アゼルバイジャンとアルメニアの両国各地で民族衝突が続発するようになり、これは ソビート連邦の崩壊後も、ナゴルノカラバフ戦争として継続していく。貴族争いステパノケルトで行われたナゴルノカラバフの貴族変更要求でもエレバンで行われた貴族変更要求でもアルメニア人によるナゴルノカラバフ編入要求が高まる中、2月24日には、親アゼルバイジャン派として知られていた、共産党自治州委員会第一初期のボリスケボルコフが解任され、公認に、 自治州のアルメニア編入賛成派である、原理フポゴシャンが就任した。アルメニア共産党、第一初期のカルエン・デミルちゃんも、ナゴルノ・カラバフのアルメニア編入支持を抗言するようになり、アルメニア指導部は3月19日、貴族問題を国際司法裁判所へ提訴すると、決定した。しかし、同月23日に、連邦最高会議幹部会は、アルメニア人の要求を却下し、 5月21日には、デミルちゃんとキャムラン・バギロフの両国共産党第一初期が更迭された。同月には、自治州を自治共和国へ昇格させようとする試みも行き詰まった。ここに至って6月15日、アルメニア最高会議は、ナゴルノ・カラバフを自国へ帰属させる決議を一方的に通過させた。2日後に、アゼルバイジャン最高会議は、 ナゴルノカラバフの遺憾を否認する対抗決議を通過させた。すると7月12日に自治州政府はまたもアゼルバイジャンからの一方的な離脱を宣言し、中名をアルザフアルメニア人自治州へ解消すると決定した。そしてアゼルバイジャン最高会議も即日、この決定を無効であると決定した。法の戦争と呼ばれたこの争いにゴルバチョフは怒りを表し、 翌18日の連邦最高会議官部会では、アルメニア側の主張をすべて退りける決定が下された。その後、中央から派遣された全県のアルカジー・ボリスキーが現地で積極的に調停を行ったことにより、情勢は昇降状態となった。しかし、死者を伴う衝突はその後も続き、9月には、ステパノケルトからアゼルバイジャン人が、主者から、 アルメニア人がそれぞれ追放された。モスクワは同月21日、ステパナケルトとアグダム地区に非常事態宣言と夜間外出禁止令を発し、内務将軍と正規軍が現地へ投入された。11月25日には当日衆院委員会がアゼルバイジャン共産党からの離脱と中央直轄の要請を決議し、公然とアゼルバイジャンからの離反を宣言した。 翌1989年1月12日、連邦最高会議官部会は、ボリスキー王朝として、その他4人のロシア人と2人のアルメニア人、1人のアゼルバイジャン人による特別管理委員会を自治州に設置。これにより、自治州はアゼルバイジャンの統治下からモスクワの直轄へと移されたが、同時に最高会議官部会は、 自治州が法的にはアゼルバイジャン領であり続けるとの声明を発表している。しかし7月には自治州外シャウミアノフスク地区でアルメニア人の要求により当地区委員会が地区の自治州への返入を決議。アゼルバイジャン側はこれを否認したが8月16日には自治州のアルメニア人会議がまたしてもアゼルバイジャンからの離脱宣言を発した。 アゼルバイジャン側はこれについても無効決定をし、秋にはさらにアゼルバイジャン側がカラバフの鉄道を封鎖して資源の供給を遮断した。特別管理委員会への厳滅から8月16日に自治州のアルメニア人指導層は78人体制の民族評議会を設置。アゼルバイジャン最高会議官部会はこれを違法としたが民族評議会は以降も 自治州の実質的権力機関となっていった。事態が悪化の一途をたどる中、11月28日に連邦最高会議はナゴルノカラバフ自治州の状況安定化についての決定を採択し、アゼルバイジャンに対して自治州の待遇是正を求めるとともに自治州をモスクワからアゼルバイジャンの統治下へ戻すことを決議した。しかし自治州とアルメニアからの代表は この決定をボイコットした。翌29日、当時地州委員会は、党組織のアルメニア共産党への編入要請を決議。さらに12月1日には、アルメニア最高会議と、自治州民族評議会が、またも、自治州のアルメニア編入を決議し、民族評議会が、自治州外、シャウミャノフスク地区及び、ハンダル地区ゲタシェンのアルメニア人利益も代表する。 ことを歌った。6日に、アゼルバイジャン最高会議幹部会はこれを否決したが、翌1990年1月9日には、アルメニア最高会議が、自治州の編入決議を繰り返した。そして、1月10日にゴルバチョフはこれを否認した。ソ連崩壊その後、5月頃にはコスプランにも変化が、生じたため、アゼルバイジャン側はこれを利用して、 自治州の経済を完全に掌握することに成功した。一方で5月のアルメニア最高会議選挙が自治州にも選挙区を置いた反面、9月のアゼルバイジャン最高会議選挙は自治州での実施が不可能となっていた。2国内ではアゼルバイジャン人民戦線やアルメニア全国民、運動などの民族主義政党が力を伸ばし、衝突は激しさを増していった。 1991年夏にモスクワで発生した保守派クーデターも失敗に終わると、その直後の8月30日にアゼルバイジャン共和国が9月21日にアルメニア共和国が相次いでソ連からの独立を宣言した。ナゴルノカラバフ共和国国旗アルメニア人たちは今や独立国家と化したアゼルバイジャンに対し領土主張を行うことで、 国際的な非難を受けることを恐れた。そこで、自治州ソビエトは、シャウミャノフスク地区ソビエトと合同し、アゼルバイジャン独立から3日後の9月2日、歴史家のアルトゥルム・クルトちゃんを、初代元首として、独立国家、ナゴルノカラバフ共和国となることを宣言した。一方、新生アゼルバイジャンの議会はこれに対し、ナゴルノカラバフにおける自治制度を廃止するとともに、 行政区画を解体し、ステパナケルトも、かつての名称であった、ハンケンケディへ戻すことを11月26日に決議した。しかし、ナゴルノカラバフでは12月10日、独立の是非を問う、住民投票が国際監視員の立ち会いのもと実施され、総投票数10万8736票の、うち賛成10万8615票、反対24票で、 独立宣言は受け入れられた。50-00100-00150-00200-001926年1939年1959年1970年1979年1989年,1989年自治州の民族別人口推移アルメニア人の側は自治州においては常にアルメニア人の権利が侵害され続けてきたと主張する。 まず、アゼルバイジャン政府は、自治州にアゼルバイジャン人を移住させることにより、アルメニア人勢力の縮小を図ったという。学校では、アルメニア市の授業は禁止され、アルメニア語の教材も制限されたという。さらに、自治州各地に数世紀前から残る、教会建築の数々も、アゼルバイジャン人によって爆破され、銃撃され、石材として転用され、当局は、 その修復作業も行わなかったとされる。また、アゼルバイジャン人がアルメニア人を殺しても、捜査や裁判はまともに行われず、あるいは、ナショナリズムを煽らないようアルメニア人が犯人で、あるかのように報道されたという。工場や企業なども、自治州外の遠く離れた地域の管轄に置かれたために、生産計画が破壊され、自治州の工業生産は人口あたりでも常に、 アゼルバイジャン全土で最低であったという。このような管理形態は、ナゴルノカラバフの経済を破壊しアルメニア人を国外逃亡させることを目的としていた、と主張される。また、1980年から1986年の間に、アゼルバイジャン全体の主要生産予算は43%増加したが、同時期に、自治州のそれは17%減少したとされる。 加えて、農産物などの教室割当ても農業地帯として知られる、ナヒチェバン自治共和国よりも多く、1986年の時点で人口一人当たりの家畜の教室割当ては、ナヒチェバンの4.6倍であったという、自治州の住居は、1980年代末の近代的な村でも、その27.2%が第二次世界大戦以前に建てられたままであり、 さらにそのうち36.5%は10月革命以前からのものであったという。また、主社は1920年にアゼルバイジャン民主共和国軍によるアルメニア人の虐殺があって以来ゴーストタウンと化しており、その再建は1961年になるまで行われなかった。自治州内での都市と地方を結ぶ舗装道路も自治州と アルメニア本国までのわずかな距離を結ぶ舗装道路も敷かれることはなかった。鉄道路線はステパナケルトイコールアグダム間の1 8トルのみに敷かれていた。1988年に中央から現地を訪れたグリゴリー・ハルチェンコは道路はさながら核戦争の後のようで水道も非衛生的であったと語っている。一方アゼルバイジャン人の側は自治州で アルメニア人が圧迫されていた事実はなく、むしろ差別を受けていたのはアゼルバイジャン人の方であると主張する。そもそもアゼルバイジャン自体がソ連の中でも最貧国であり、そのような状況下でも自治州のアルメニア人は本国よりも恵まれた暮らしを送っていたとするデータが公式統計にも現れている。ボリスキーも1989年に 自治州に割り当てられた9600万ルーブルの予算のうちアゼルバイジャン人地区への割り当ては400万ルーブルのみであったと語っている。また、アゼルバイジャン側は自治州で密かにマリーファナが栽培されていたとも主張する。1988年から翌年までに自治州では136校の中等学校がアルメニア語で授業を行っており、 民族間学校の数は13校であったという。また、小さなアルメニア人集落にも、文化施設、文化の家が置かれる一方、それよりも、大きなアゼルバイジャン人の村には、文化の家は置かれなかったという。人口1000人比での機械化車両数も、アゼルバイジャン全体で17.5台であったところ、自治州では26.3台であったとされる。これに加え、 1988年3月にアルメニア人の社会経済学者であるチグラン・ハチャプロフらが行った社会調査においても自治州の医療体制や教育施設の状況はアゼルバイジャン全体やアルメニア本国のみならずソ連全体で見ても良好な部分があったとの結果が得られている。1989年の時点で自治州の人口が アゼルバイジャン全体の2.6%を占めるところ、その農業生産額はアゼルバイジャン全体の3%、工業生産額は1.8%を占めていた。また、1975年の産業別労働人口は42.5%が農業、21.3%が製造建築、20.2%が学術医療分野となっている。 自治州の経済構造は第二次産業に乏しく自治州外アゼルバイジャンへ強く依存していたと指摘される。自治州の工業生産は1986年の時点で人口あたり1370ルーブルとソ連全体での平均の4分の1を下回っている。工業企業はステパナケルトに集中しており1987年度の 生産額は1億7330万ルーブルと、修繕域での工業生産の70%を担っていた。他方、畜産では、食肉の生産量が人口あたり 67kg、畜乳が 320kg と盛んであったが、食肉は67%、畜乳は57%が、自治州外への輸出へ回されており、州内での消費量は多くなかった。 家畜の中でも特に羊やヤギ、花菌が広く飼育されており、1987年には27万5千頭の羊とヤギ、そして26万4千羽の鳥が養われていた。これに加え、養蚕も重要な産業の一つであった。主要産業である農業は、中でも穀物と飼料作物の栽培が盛んであり、両者は1985年には663。 平方キロメートルの作付け面積をほぼ二分していた。また、ナゴルノカラバフの低地部、山六部では、数世紀にわたって果物栽培が続けられており、自治州の経済においても果物、とりわけブドウの栽培は重要な位置を保っていた。1986年には、178平方キロの作付け面積から93,100万3 100トンのブドウが生産されている。 緑地に濃い黒で書かれたものが、自治州の行政区画1989年の時点で、自治州の面積は4388平方キロメートルであり、アゼルバイジャン全体に占める割合は5%である。1977年には、行政区画は、独立市のステパナケルトに加えて5つの地区に分けられ、さらに海には1市、7町と215の村落があった。 集落ソビエト数の総計は6、村ソビエト数の総計は73である。1987年の調査によれば、48のコルホーズと27のソフホーズが編成されており、都市人口は全体の42%である。住民のうち86%が標高500メートル以上に住み、さらにそのうち4%が1000メートル以上の山地に暮らしていた。また、 人口密度は1平方メートルあたり30人から10人の間で北部から南部へ下るほど低くなっていた。ありがとうございます。